このセカンドチャンスヒートスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ボールポジションからスタートしますのはカーナンバー27番、ディームコスミックカーティング小倉あずさ。セカンドスタートは B グループからカーナンバー14番、ローザドラゴコルセ愛子。3番グリッド A グループからカーナンバー20番、 TGR チーム高木プランニング田中風紀。4番グリッドカーナンバー64番、クオーレ井本大河。5番グリッド22番、 TGR チーム高木プランニング松井ケイト。6番グリッド69番、ティームウルフ半田正宗。7番グリッドカーナンバー77番ペナルティによりまして、着順から5番手下ということになったので、なんと A グループ最後尾となってしまいましたキセノンレーシングチーム渡部智人。そして8番手からは先ほど1周も走れませんでしたカーナンバー12番、ローザドラゴコルセヒエルシア。以上の8台がセカンドチャンスヒートということになりまして、このあと30分スタートで8周、走っていっていただきます。8台が8周、抜けるのは上位6台となります。さあ、初めてのこの予選落ちがあるレース、一体どんな展開になるのかと、予選ヒートもね、いろんな予想飛び交ってましたけれども、 A グループも B グループもかなりガチンコなバトルという感じになりましたね。 A グループ、トップで抜けたのが、ホラチ亮太で、2番手が変山龍馬、3番手佐野勇気。トップチェッカーだったカーナンバー17番の鈴木時也はフロントベアリングペナルティで5秒加算となりまして、本当だったらトップチェッカーだったんだけれども6番手からのスタートということになりましたね。で、4番手岩崎彩と5番手斉藤愛美、6番手鈴木時也ということになります。さあ、ここで情報が入りました。セカンドチャンスヒート予定の30分よりも早くスタートするということです。セカンドチャンスヒート30分よりも早くスタートするということです。さあ、そして B グループの方はといいますと、佐々木大輝、2番手奥住一恵、3番手清水博信、4番手山越ヒュー、5番手高橋春之、6番手荒尾颯太と、以上のような形で経験者の中に山越ヒューが入さあ、ということで本気クラス予定よりも3分半ほど早くローリング開始となりました。全車コースイン、まずは第一関門突破ということですね。ここで DNS だけは何としても避けたいところです。 OK クラスに出るというのは本当に大変なことです。回数を整え、エンジンチューナーからフレームからスペシャルタイヤの供給から全ての条件が整わないとこのOK クラスに出場というのは叶いません。自分で出たいと言ったからって全て揃えられるかというとそうではないのはこのクラス、その応援してくれている人たちの思いを背負って走るのがこの OK クラスのドライバーたちです。タイヤメーカーの期待もあります。レールメーカーの期待もある。チームとして OK に挑戦するとこんな地域もあります。今シーズンから新しくスタートしたチームとしてはクオーレ、ローザドラゴコルセ、アストモータースポーツなどが入ってきましたけれども、その応援してくれた人たちのためにも2台の予選落ちの中には入らないように全力を尽くさないといけません。それでも何が起こるかわからないのがこのレース。オブラーズさを先頭に最終セクションへと差し掛かってきます。ベテラン井本大河がここにいるというのも何とも言えない状況になっておりますが、スタートはどうでしょうか。スタートを嫌いました。第1コーナーに向かってまずは愛子が入っていった。1コーナー愛子が入っていった。小倉あずさは3番手で2コーナー抜けてくる。渡部智人はワンポジション上げてきます。さあ、3コーナーへと向けてまだ団子状態、まだ団子状態、止まるわけにもフロントフェアリングを入れ込んでしまうわけにもいきません。
無傷で走り抜けなければいけないという状況で、さあ下り 25R トップに出てきましたのは、これはもう順当にといったところでしょうか。井本大我がトップに浮上して、おお、ヘアピンのところ、2番手以降が大混戦状態となっています。井本大我は先ほどどうもね、やっぱりあの予選の時エンジンの調子なんかがおかしそうでしたから、これは復調してきたということでしょうか。2番手に小倉、3番手愛子、4番手に半田、5番手には田中、6番手に渡部、そして松井と比江という形で入っていきます。コーナー大きな混乱はありませんが、立ち上がり後ろから伸びてくるドライバーもいる。3コーナーの手前、一瞬横並びになりそうになったのは半田政宗の周辺かというところです。井本大我も安全圏に脱出しました。小倉あずさも OK2 年目として安全圏脱出、その後ろがかなり激しいことになっています。今度は3番手争いだ。ヘアピンのところで4番手以降も横並びのアプローチとなりました。3番手には愛子、4番手にはカナパー、20番の田中隆起、5番手半田、6番手渡部と、ここがまた一段になりました。3番手以降の6台ワンパック、さあ誰が抜けてくるか。1コーナー、さあ慎重に慎重にブレーキングをしていきました田中隆起、3番手に浮上、その後ろから半田ごとについていった、そして渡部もついていく形になりました。3コーナーから4コーナー、依然として脱落したドライバーはいない、まだどうなるかわからない状態で S 字から下り 25R。 3番手田中隆起も3番手に上がってから後ろを引き離すという感じではありません。さあそしてヘアピン、インガーからヒエルシア飛び込んでいく、立ち上がりはどうでしょうか。これでワンポジションのアップ、ヒエルシア、松井啓太の前に出てきました。最終コーナーから立ち上がってまいります。さあこの隊列から遅れ始めたのが愛子です。一段の中から遅れ始めた愛子、現在3周終了、まだ5周あります。トップ2が井本と小倉、 OK 経験者2人が飛び出して後ろを引き離していきます。3番手にはルーキー、4番手にもルーキー、5番手もルーキー、6番手もルーキー、7番手も8番手もルーキー状態、ルーキーにとっての大きな壁といったところでしょうか。さあこの3番手争いの中から2台が脱落です。おー、そして最終コーナー、小倉さんが井本大我の前に出てきまして、トップ2、後ろを引き返した井本大我が後ろをピタッとつけています。3番手の田中風紀なんですが、ファステストをマークしました。47秒60、オフライトもほぼほぼ同じぐらいのタイムということになります。ただ2番手3番手との間にタイムギャップ結構つきましたからね、1秒4ついてますから、これは相当追い上げないとという感じは現実的ではないかなというところ。前の2台に追いつくというよりは半田政宗、4番手を引き離していきたい3番手田中風紀です。さあそして5番手争い、ヘアピンから立ち上がり、さあ一瞬横並びになりかけましたけれども、5番手にはイエルシア、6番手に渡部を、そして最終コーナー、松井啓太、ブレーキングで渡部に対して並びかける、松井啓太ワンポジションのアップ、愛子はもう離れてしまった、前のドライバーが接触に乗ってどこでやりく、なんだかペナルティを受けるような状態になればという感じで、愛子は現在8番手単独となっています。トップ2、小倉あずさは井本大我を引き離しました。3番手争いはまだわからない。今半田政宗のマシンも跳ねましたね、ちょっとね、ヘアピンからの立ち上がり、田中風紀がまたこれ井本大我に追いつくかもしれない状況になってきた。井本タイムがガクッと落ちました。なんだ、井本大我また何か抱えちゃってるんでしょうか。1コーナーへと向かっていきます。さあ小倉あずさファステスト、井本大我のタイムがガクッと落ちた。後ろの田中風紀もダンロップですから、タイヤの問題というよりは何かが起こったんじゃないかというぐらい後ろに疲れ始めた。 25R 残り1周半、井本大我耐えられるか、後ろから田中風紀、
その後ろから半田政宗はヘアピンインサイド飛び込む。半田政宗3番手に浮上か。田中風紀も横並びで粘る。いや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 、いやでもこれそんなに粘らなくても言いたいところですけれども、一気に飲み込まれたら後ろのドライバーも来てますから、これはなんとか粘っておかないといけない。残り周回数1周、1コーナー冷えいる視野が仕掛けるか。これはちょっとマシンもいいのは遠赤で跳ねました。立ち上がって小倉が先頭、2番手井本はこれ大丈夫でしょう。この1周はなんとか耐えられそう。ペースも戻ってきています。3番手田中風紀の後ろには依然として4番手半田政宗がテールトゥーノーズ、そして5番手には比叡、6番手渡部と7番手松井とのバトルが、ここが予選落ちのボーダーとなるのか。みんなフロントフェアリングは大丈夫か。試験員から最終セクション、チェッカーのフラッグは用意される。最終コーナーでは渡部インカー守る。松井はあーちょっとなんと接触、そしてそのままチェッカー大丈夫、体までの下が大丈夫でしょうか。さあ松井と今渡部のバトルによって、いや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 、これは今ねちょっとね電光掲示板では松井がね7周ということになってるんですけど、チェッカーラインは通ってます。ただ光電管かなんかが拾わなかったんじゃないかなという感じですよね。さあこれはちょっと分からなくなりました。今のでバトルもね、フロントフェアリングもどうなってるか分からないですし、最後意地と意地とのもう絶対に予選通過してやるんだという思いが接触という形になって現れてしまいました。